ちらは埼玉西武ライオンズの本拠地メットライフドームでございます。来月3月26日金曜日にですね、対オリックスバファローズとの試合で開幕ゲームを迎えますが、昨年のオフからですね、今メットライフドームは、リニューアル工事中です。こちらの入場ゲートもですね、1979年だったのかな、西武球場として開設した当時からあったゲートを取り壊して、非常にね、残念な声も多かったんですが、その代わり立派なね、こういったゲートができております。西武ライオンズはですね、魅力的な選手が非常に多くて、ここから先ちょっとね、入れないんですけど、エルネスト・メヒア、その横が右から2人目がね、森友哉選手がいますね。でその森友哉選手の左側には、山川穂高選手がいますし、松坂大輔投手も多分一番左が今年こそはね復活してほしいと、まあライオンズファンじゃないんですけどね。で向こうにはトレーニングセンターとかもありますし、まあ、球団の設備、それから売店とかも結構集約されたようで、昔はここら辺にねフードコート的な屋台とかも立ち並んでいてたりしたんですけど、ちょっとねだいぶ様変わりしてびっくりしました。でここインフォメーションがあるんですが、以前ね僕阪神戦で交流戦で来た時に、勝手がわからないんで、まあ、普通そのビジターチームってレフト側のねスタンドで応援するもんだと思ってたら、ここ西武ライオンズはレフト側がホームチームの応援席なんですね。でそれを知らずに僕レフトスタンド側の席を取ってたんで、なんとかねライトスタンドと阪神ファンの集まるライトスタンドで見たいということで、交渉をしてですね、なんとかね、変えていただいた経緯がございました。このメットライフドームに来られる方はね、西武ライオンズファンでない方、特にその他の球場とそのホームチームとビジターチームの応援席が結構逆になってるんでね、ご注意いただきたいところでございます。まあ、駅もね目の前にありますんで、非常にその駅からのアクセスというのは多分12球団でも一番近いんじゃないですかね。阪神甲子園球場も阪神の甲子園駅から多少ね歩きますし、その都心から遠いとは言われてますけども、まあ、池袋から40分足らず、西武新宿からでも先ほどご紹介した、西武新宿線で、小平経由萩山乗り換えの今のレオライナーたどるルートでも1時間かかりません。よく辺鄙な場所にあるだとかいろいろ言われますけど、西武球場メットライフドーム本当にねこの交通の便はバッチリです。あと車を止めるところも結構周りにありますんでね、まあ、玉子が近くにあったりだとか、スキー場もねあったりしますんでね、ぜひスキー場は開幕春から先もやってるかどうかちょっとね不明なんですが、環境的にはねバッチリです。本当にボールパークとして去年の、まあ、それ以前のオフからちょいちょいと手直しみたいなことはやっててですね、この春に完成をするという計画で工事は進められております。この西武ドームの屋根もね、もともと屋外の球場西武球場に後付けで屋根をつけたというね、完全に密閉されていないこのドーム型の球場なので、自然の空調完備なんですよ。寒い時は寒いし、暖かい時は暖かいし。でただ3月26日のオープニングゲームは18時からナイトゲームで行われますんで、
あのぶっちゃけねここら辺ってすごい寒いんですよ。なので防寒対策は万全にされてから、来られた方がよろしいかなと思います。ということで、来月オープニングゲームをが行われる今改装工事立て縄のメットライフドームから、以上とさせていただきます。ありがとうございます。駅もですねこのように改札機がずらりと並んでますし非常に立派です。臨時列車も試合開催日は多数運転されます。ぜひ球場にお越しください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録や高評価などぜひよろしくお願いいたします。